ワンハンドで上げて、いやー高いですね。鎮西のブロックにかすりもしません。改めてこの牧という存在、河合さんいかがでしょう、日本バレー界にとって間にどう点を取るか。ワンハンドでトスを上げていったのは8番の川田、1年生です。今のは見事なトスアップ、はい、それはあのいいトスにしっかりしてるんですよね。そうですね、大したもんですね。